山中湖へ向かう途中、何を見つけたのかな。お、シフォン富士ですって。っていうことはシフォンケーキっていうこと。富士山つながりでこういうグルメもいいんじゃないですか。こんにちは。いらっしゃいませ。お、ここに富士山が並んでる。こんな大きいサイズまでありますよ。富士山をかたどったシフォンケーキ、富士フォン。生地は地元産の卵をたっぷり使い、粉砂糖をかけて雪に見立てています。この富士フォンっていうのはどうしてもともと作ろうと思われたんですか。はい、そうですね、この富士山の裾野に住んでて、うん、富士山目の前じゃないですか。それで可愛い富士山のお土産欲しかったんですよ。うんうんうん、それでこの富士山をそのままリアルに表現してみました。手作りで一つ一つ丁寧に焼き上げた富士フォンを旅のお供に購入。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。せっかくなので富士フォンを、富士山を眺めながら食べたいんですけれど、うん、何かこの辺りでいい場所あります？そうですね、じゃあ二重曲がり峠ってお城にあるんですよ。このすぐ近くですので。中央自動車道川口湖インターチェンジから車でおよそ40分、忍野村の林道を登ると二重曲がり峠に到着。どんな富士山の姿が見られるのでしょう。写真撮ってる方たちが結構いらっしゃいますね。皆さんこっちを狙うっていうことは、じゃーん、やっぱり富士山ですよ。ちょっと今の時間帯雲がかかってしまってるのが残念ですけど、こんにちは。いい写真撮れました。我が家から富士山よく見えるから来るでしょ、はい、そうするともうこうやって雲に隠れちゃってね、うん、紅葉と富士山を一緒にっていうのはやっぱりまた格別ですか。ね、何回も来てるけどなかなかいい場面にぶつからないんでね。そうですか。ゆっくりと表情を変えていく富士山。目の前には紅葉した色とりどりの木々があって、その先にドドーンと富士山ですよ。何もなさすぎてまっすぐ走ったらこのまま頂上まで行けそうな気がするけど、行けないんだな。これが富士山って結構上に見ることが多いんですけれど、割と同じぐらいの高さにいるような気持ちになれる。いつも見る富士山と目線が少し違いますね。秋色の峠に包まれた富士山、景色との出会いも一期一会。富士山を眺めながら富士フォンをいただく、なんだかおめでたいですね。ではでは、うん、本当にこう綺麗な形。きちんとこっちの富士フォンさんも雪化粧、うん、いいですね。私だけの富士山、いただきます。お、ふかふか、すごく柔らかい。それに味がとってもこう柔らかい、優しい味なんですよね。お母さんの手作りのシフォンケーキの味がする。